フリーダムランドは2006年のアメリカ合衆国のミステリー映画。監督はジョーロス、出演はサミュエル・エル・ジャクソンとジュリアン・ムーアなど。リチャード・プライスの同名ベストセラー小説をもとに、プライス自身が脚本を執筆した作品でアフリカ系住民が大半を占める団地内で起きたカージャック事件を皮切りに様々な問題が露呈する様を描いたヒューマン・ミステリー。 ある夜、手から血を流した一人の白人女性が、病院に助けを求めて駆け込んできた。病院から通報を受けた刑事、ロレンゾが駆けつけると、その女性ブレンダは、自分の身に起きた出来事を語る。ブレンダは4歳の息子コーディと、外出先から車で帰宅する途中、黒人の男に襲われ、コーディを乗せたまま車を奪われたという。ロレンゾは早速捜査を開始するが、 事件が起きた現場は黒人が大半を占める低所得者向けの団地だったことから犯人扱いされた団地住民と警察との間の緊張が高まっていく。さらにブレンダー以外の目撃者もなく様々な疑惑が渦巻いていく。ロレンゾは行方不明の子供の捜索を行うボランティア団体のリーダーカレンに協力を求め、 事態の打開を図るが、やがて事件の衝撃的な真相が明らかになっていく。カッコ内は日本語吹き替え。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、お粗末な演出と過剰な演技のフリーダブランドは、人種や階級といったデリケートな問題を取り上げようとしているが、その過度な熱心さは的を外している。であり、 151件の評論のうち高評価は23%に当たる35件で平均点は10点満点中4.6点となっている。メトクリティックによれば35件の評論のうち高評価は12件、賛否混在は14件、低評価は9件で平均点は100点満点中43点となっている。ありがとうございます。